皆さんこんにちは。カラフルスタイル白井和樹です。山田文雄です。白井さん、はい、今日は何か座ってますね。そうですね、キャンプっぽく座って。あ、そうですか、はい、で、こういうものがそうです、ね、もう用意してありますよね。準備段階ですね。あ、もう前回もだいぶやりましたもんね、はい、金子くんが買ってくれたキャンプ道具紹介した、はい、しました、はい、それを今回は、はい、使える状態にしようと。あ、ありましたね、はい、この唯一あの鉄のフライパン、はい、これを使える状態にするには、はいはい、シーズニングっていう作業。あ、言ってました白井さん、はい、もうこのフライパンは僕は衝撃受けました僕のイメージでは新品なんで綺麗なイメージのフライパンのイメージが開けた瞬間に錆びてないですかとか。これが人気なんですよ、はい、もうそれちょっと衝撃だったんですけど、はい、で白井さんがまた説明してくれて使えるように。そうです、はい、これを今回、はい、シーズニングという作業をしていきたいと思います。はい、これをどうするんですか。まずは野菜を炒めたりして。あ、そうなんですか、はい、ここを整える状態を作っていきたいと思います。はい、白井さん、これいや、もう今回シーズニングのために用意した機械ですね、はい、これやっぱりもう火を使うんですか。そうですね、火を使います。はい、で火を起こすのこれを使うって聞いたんですけど、これはもうファイアースターター。はい、これで火が出るんですか。これでまあ基本焚き火とかやる場合にこの、はい、これがはい、こう、おおい、火をつくんですよ。マジですか。え、それがそこでやったら、これはもうガスの着火剤の。そういうことか、ガスが棒で普通はガスってあの電気がパチ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 ってつくじゃないですか、はいはいはい、それやっぱアウトドア用品って、はい、そういうのついてないんで、これを使う。ガスが出てるんで、まあ、普段はマッチだったり、はい、ライター使うんですけど、これおしゃれですね。そうですね、これも金子さん、これも金子さん買ってきました。こだわりがすごすぎます。ファイヤースターターで買ってきました火を起こすのにもこれ、はい、これもなんかおしゃれですね。皮で結ばれてて、もうこれまだこれ買ったばっかりですよね。多分買ったばっかりのなんかもうすごい使いこなした感じが。そうですね、すごい出てますよね。ここが金子さん、もうすごいです。さあ、じゃあ早速、じゃあ早速ちょっととりあえず火をつけたいと思います。よいしょ、これ僕のキャンプ料理です。調理器具です。ほう、油、油です。はい、野菜入れてみます。もういいですか、入れちゃって、はい、もう全部ですか、瀬谷さん、これだけ。あ、全部入れちゃって。全部入れていいですか、はい、このままザー入れますよ。はい、いっちゃいますね。いきますよ。それでこれを、はい、あのまあ、体キスよりもいいっていう話ですよね。ああ、なるほど。もう料理をやった感じですね。そうですね、一回ね。まだこの慣らす段階なんで、はいはい、本格的に食べるものを避けた方がいい。うん、なるほど。もう本当に早く行きたくなりました。そうですね、僕もなんか、はい、もうこんな作っとる姿を見たら行きたいですね。あの、くず野菜なんですけど、はい、食べれそうな風味だ。美味しそうですよ。だから匂いもなんとなくちょっとしてくるし。そうですね、はい、これ入れちゃっていいですか。はい、これいいですね。これが使い込んでくると、はい、色が変わって見とってくる。なるほど。これ火が入って色が一つずつなんか変わってる感じですね。なんか黒っぽく黒くなってますよ。そう、最初よりもなんか綺麗ですね。そうですね、ちょっと綺麗になって、はい、綺麗になってますよ。本当に黒い感じなんですか。使い込んでいけばもっと黒く、はい、まだこれ1回や2回で大変。そうですね、うん、もう毎回キャンプで、はい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 、使い込んで、なんか音がいいですね。なんかパチ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 という音が、普通のフライパンよりもなんかいい音がしてる。でもやっぱあのこのまだ油が馴染んでない状態だと、はい、焦げやすくなるんで気をつけて。ああ、なるほど。すげえ、いい音だな。
料理って料理しかないね、はい、俺はこういう作業を実際何度も何度もやると思うんですよね。はいはいはい、周りもね、周りもしっかり、はい、いやー美味しそうです。美味しそう、マジで美味しそうです。本当になんか野菜炒めで完成です。野菜炒め本当に別にキャベツ好きだしめちゃめちゃ食べれば食べれる。美味しそう、匂いもめちゃめちゃいい匂いしてますよ。これしかもこれもう火切って1分以上経つんですけどまだジューシー。あ、もう切った、切ったんですね。はい、切ったんです。切ったのにずっとジューっていくのはやっぱりこの鉄のトルクです。あー、熱がずっとまだ保ってる。はー、これが美味しい料理を作る、はいはい、秘訣なんですね、これが。あー、ほんとだ、まだパチパチパチずっと言ってますもん、はい、だから普通こういう銃は言わないですもんね、はい、火切ってすぐアルミとかのやつだと、はい、すぐ熱を放出して、はい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 、冷めていっちゃうんですけど、これはもういつまでも重いいつまでも言ってますもん。もう手本で火ついたと思ってましたもん。はい、マジでこれ。それこそあのチャオの鉄板ですよ。あ、間違いないですね。はい、これは。あれもあのシーズニングされて、はい、徐々に黒く。うん。ああなる状態がこれも。なっていいですね。いいですね、いいですね、これは。はい。とりあえず野菜を炒めて、この新品の鉄臭さを消すっていう作業をしました。今後まあ使っていくために今からまあさっきの汚れもあるんで一回水洗いしてもうざっとです。ちょっと一回やるだけでもう油がコーティングされてる状態になるんでこれがベストですね。はい、とりあえずさっき、はい、洗ってきたんです。はい、もう一回洗うんですね。これも、はい、やっぱこのままだとやっぱ水のついた状態とか、はいはい、これ裏側も水がついてるんで、はいはい、錆びちゃうんですよ、はい、このまま放っておく。ああ、なるほど。やっぱり最後はもう一回火を入れる。もう火を、はい、火をかけて、はいはい、オイルでしっかりコーティングして。ああ、なるほど。保存する。あ、もう一回オイルを、はい、次使うために。なるほど、はい、そういうことなんですね。じゃあまた火をつけるんですね。すごいですね。怖いですね。怖いです。すごいですね。正直怖いです。オイルを染み込ましたキッチンペーパー、ペーパータオルでフライパンを水分を蒸発させながら、ああ、やかもですね。はい。今も。キッチン、やっぱ。オイルがついてると錆びちゃう。あー、なるほど。さっきよりもいい感じだな。はい、もうそこもね、もうそこもやっぱり 鉄ですもんね。鉄です。このまま。はい、これで準備 OK です。いつでも美味しい料理ができますか。これで、はい、できます。じゃあ次使うときは食べれますね。そうですね。もう次本番です。次このフライパンを使うときは、はいはい、もう次このフライパンが出てくるときは本番です。僕が食べるときですね。はい、ここに卵をパカッと入れて。いや、いいなぁ、早いきたいなぁ。ベーコン焼いてもいいし。そうですね、はい、ちょっとちっちゃめですけど、はい、ステーキなんかできますよね、はい、いいんじゃないですか。早く行きたいです、金子さん。はい、行きましょう。早く行きたいですね。行きましょう。今日のこのシーズニング、はい、一応これ僕の経験だけでやってるんで。いやいやいや、一応いやいやでも、はい、もう本当にシーズニングされる方は、まあ、はい、あ、自ら勉強してください。いろいろやり方が多分ね、はい、あると思うんですけど、これは白井さんのやり方ということで、はい、いやでも僕はすごい勉強になりましたんで、はい、またね、今後ともやりたいと思います、はいはい、それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。いやー、すごいすごい、ほんとね。まあ、これがキャンプの準備。あ、これで、この作業を、あの3つの手砂であったり、はいはい、あれを全部もう一回やる。あ、そうなんだ。あれちょっと、あ、そうか。じゃあ、まあ、シーズンごとまたこういう作業をやるんですね。あの1回しばらく使わず置いといたやつをまたあのやって始める。そうですね。早く行きたいなー、マジで。
ね。そうですね。もう最後行きたいですね。梅雨明けしてくれるんですか。そうですね。7月。長すぎるんだこれ。夏ですかね。